ースよろしくお願いします。ありがとう。手の逃げ、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやどうでした？朝一で。朝一で。ボートレースのコマーシャル初日朝一。楽しかったです。何気にそのまま寝れちゃいそうでした私。次からは次も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、で目線が割そうあのこちらに倒すので。ここを見て。そうですね、はい。なんか使ってないビジネスある？あ、モニター壊した。使ってない。せーの！本番よーい、はい、スタート。ボートレースこれライトアップしたらまたもっと明るくなったらすげえ綺麗なんでしょうね。どんな女性と見たいですか？いや本当かな、多分でもデートとかで来れそうなそんな雰囲気ですね。なんかあの客席もすごいおしゃれだったし。初日無事終わりました。またまだ残り結構ありますけどよろしくお願いします。はい、目指すわ。なんかね、松本人はい、もうワンテイクお願いします。はい、よーいスタート。京子さん、歴史が動いた。はい、こちらの時は OK でございます。はい、はい、大丈夫ですかね。だね、はい、じゃあ本日は、はい、じゃあ本日の撮影所になります。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。また明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。そうですね、あの遠藤選手はもちろんアスリートでいらっしゃると思うんですけど、私もどちらかというと気質がアスリートだなと思っていて、あの自分では普通だと思ってる習慣とかトレーニングとかもやっぱり他の方からしたら、いや結構ストイックだよねとかって思う言われることも多いですし、まあ、でもなんか性格がアスリートかなって思うなんか気もするので、まあそこは、まあ、おこがましいですけどね、似てるとかいうのもですけど似てるのかなとも思いますし、でも違うというかより遠藤選手の方がやはり長い歴史の中で初めて女性で優勝された方なんで、なんかやっぱり一つのことを突き進むやりきるという意味では本当に尊敬しますよね。あ、そうなんです。ちょうどゴルフを始めてまだ半年ぐらいなんです。全然うまくもならないですし、もう悔しい思いばかりなんですけど、まあ、とりあえず始めたからやめないでもうちょっと頑張ってみようかなと思ってますけど。なんかゴルフの面白いところって、うーん、
やはり私はもう本当にそういう意味では打率低いですけど、ちゃんと当たって気持ちよく飛んだ時の爽快感とか、あとはやはりそのグリーンに出ると気持ちいいんで、それはやっぱり楽しいですし、あとはあのハマってるらっしゃる方がいっぱいいるから、なんか知りたいですよね、そこなんて言うんだろう、なんでそこまでハマってんだろうっていうのを自分で知りたいっていうか、探求心ファイティングポーズ、これがどういうのかな、あーそうですねヤーになってます、ヤーになってますカチョークラブ